いやまあこのスタイル久しぶりですよね。なんか原点に帰ってきた気がするんですけど、まあ、最近フォローしていただいた方はあんまりこのスタイル知らないかなと思うんですけど、会社辞めたんですかっていうことなんですけど、辞めたっていう表現がもしかしたら間違ってるのかもしれないですね。辞めたのではなくて卒業した、そういう考え方がいいのかもしれないですね。まあ辞めるって言った時はいろんな上司から反対というか笑われて、まあ、会社を辞めた理由はたくさんあって、一応営業やったんです。まあいろいろ理由はありますけど、真面目な話すると成長したかったんです。成長の先に成功があると思ってるんで、僕みたいに大げさかもしれないですけど、本当にこう体育の大学を出て部活でいろんな仲間としのぎを削り合って切磋琢磨して、いろんな人とコミュニケーション取ってうまくいかなくてもぶつかり合ったりっていうところで育ってきたので、なんかこう常にこう成長したいとか向上心持って会社選んだのに、僕の見てる絵とみんなの見てる絵が違いすぎるっていうのが、自分が思ってるほどこうねいいものではなかったというか、まあなんていう会社かっていうのは絶対言えないですけど、常に成長を求めてたんで、もうこの場所では成長しないなっていうところに、もうこの場所では向上心持てないなって思ったとこがきっかけやった。僕のチャンネル見てるいろんな社会人の人たちも自分の胸に手を当てて自問自答してほしいんですけど、本当に今あなたがやってる行動っていうのは後輩のため会社のためになってるんですかと。後輩っていうのは上司の姿を見て成長するんですよ。こんな上司になりたい、あんな上司になりたいっていうのを背中を見てるんで、僕は自分のところにはこんな上司になりたいなっていう人はいなくて、生意気ですけど、でもそれが大事だと思うんですよ。僕はもともとがお笑いが好きで、笑顔を生み出すことっていうのが世界平和につながってると思ってて、小学校の時からいつか芸人になりたいなって思ってたんです。営業では目の前のお客さんは笑かせてますけど、なんか物足りないなと思いましたよね。一人の人喜ばすより、ちょっとの人喜ばすより、大勢の人喜ばしたいなと思ったんですね。そこでこうなんか物足りない日々に、物足りなかったからこそ YouTube が始めたわけで、まあそこでキーに声かけてもらって、会社もいつ辞めてもいいと思ってたし、なんかできるんじゃないかなって思いましたし、今しかできないことだと思ったんですね。まあ知られざる秘話なんですけど、実はご本人に会ったことがあって、いろんな縁がありまして会ったことあるんですけど、会って間もない僕にお前の夢は何やって言われたんですよ。その時答えられなくて、じゃあお前どこ就職するんって言われたんですね。じゃあ僕はその辞めた会社があったんですけど、そこに行きますと。会ったのが大学4回やったんで、いやそこどこどこに行きますと伝えると、お前そんなとこでいいのって言われたんですよ。やっぱりスペシャリストは違うなと。僕たちの周りの中では結構会社いいとこやったんで、そこを言って圭介さんはそんなとこでいいのと、それで満足なのと、もっとやれるんじゃないのかって僕に説いてきたんですよ。でまあこうやって YouTube やってるわけですけど、ただ本当にこうなかなか自分の人生で踏み出したいけど踏み出せてない人ってたくさんいると思うんですよ。僕は踏み出さすことはできないですけど、きっかけを与えれるなと思ってて、本当に考えてほしいのは1回しかない人生なんですよ。何のために人生あるんだって思うんですよね。たった1回なんです。長いですけど1回しかない人生なんですね。そこで僕の場合だと、まあ、ずっとサラリーマンで終わるっていうのは絶対嫌やったんで、仮にこの事業が失敗したとしても挑戦してよかったと思えるんですね。逆に挑戦せずに終わって何年後かに、あの時挑戦しとけばよかったなとか、一番恥ずかしいことだと思うんですよ。であの時挑戦しとったら絶対できてたっていう武勇伝を言うような
おじさんおばさんにはなりたくなくて、たまにいるじゃないですか。いや、だったらやっとけよと。今しかできないことをやるべきだと思うんですよ。今やりたいようにやるべきだと。告白したい時に告白するべきだと。いや、よく僕のチャンネルは学生さんもたくさん見てくれてるんですけど、まあ皆さん僕のチャンネルを見てもちろん成長してほしいんですよ。笑ってほしいだけじゃなくて、僕の今日の授業としては、例えば苦手な教科がありますと、そこのテストがありますと、なかなか覚えれない、問題が解けない、他は体育の授業とかで多いのが、一人ずつこう技を見せてみろとか、一人ずつやってみろって言われて、こう周りのやつらに見られると恥ずかしいですよね。できなかったらタイムが悪かったり技がへちょかったり。僕もどちらかというとそっちタイプやったんで、一応そっちタイプやったんですよ。そんな時みんなに見られると、みんなに自分ができないところが見られて恥ずかしいと、女子とかに、クラスの女子とかに伝わるんじゃないかと思うんですよね。でも僕はそこチャンスやと思ってて、もうできないのは真摯に受け止めるべきだと思うんですよね。真摯に受け止めて、失敗してください。そこで誰々くん誰々ちゃんできてないじゃないかと言われると思うんですね、影とかで。まあ直接言ってくる、いじってくるやつらもいると思うんですけど、そこでいや、できなかった、だからなんだと、誰々何々ができない、例えば僕はハンドスプリングができなかったと、巻き引かハンドスプリングができない、だからなんだと言い返してやったらいいと思うんですよ。ああやって人のことをこう、何々くん何々ちゃんできてないやんって笑うやつって、自分より下にいる、何かで下にいるやつがいることに満足になってるだけなんで、喜ばしとけばいいんですよ。そんなやつらはいつか気づくんですよ。ほっといたらよくて、まあ、僕もよく笑われたりしましたけど、どうでもいいよね。それができなかった、できないからって死ぬわけじゃないですし、ただできないからほっとけっていうのは違いますよ。このチャンネルを見てるみんなに伝えたいのは、できなくてもやれるようには努力してくださいと。どうやったらできるんだろうって、できるやつにアドバイス聞いたり、先生に聞くっていうのはもちろん大事ですよ。できない、俺には向いてない、俺には才能ないよとかって言ってほっとくには違います。まずやること、挑戦すること、アドバイスを聞くこと、そこでできないとで笑われると、そこはいいんですよ。努力したかしてないかなんでね。努力は必ず報われるわけではないですけど、必ず成長します。で、その成長の先に成功があるんですよ。だから全然問題ないです。10代で何かができないからって人生変わったりしないです。自分はもっとこうで、理想はこうで、かっこよくありたいと思ってても、自分の実力からブサイクな感じになってしまってるっていうのも分かる時もあるわけですよ。でもそれでもまだ信じてる自分がいますね。まだ真剣に100万人登録いけるんじゃないかっていう自分はいます。